こんにちは、EDP ヤコです。私もですね、所有しているガルム。このガルムなんですが、フルオプにしたら、ね、何十万とかってよく言うじゃないですか。なのでね、私なりに調査してみました。その結果を、一個一個ね、オプションパーツをご紹介しながら、お伝えしてまいりたいと思います。では、まず最初ですね、今映っているのが、ガルムバージョン2アンチプラスシャーシキット、こちら51,700円ですね。まあ何はともあれ、今新車で買える車はこれ、まあこれを買ってオプションを入れていきましょうと。以前はね、24、5万円のね、結構オプションが入ってるっていうキットはねあったんですけれども、割安なね。でそれが今ないので、まあベースはこちらでスタートしましょうということですね。では次参ります。はい、こちらアルミバンパータイプ2、こちら12,100円ですね。まあバンパーに関しては、取り付け位置の問題で、問題でというかね、取り付け位置が共通しているので、過去のバンパーをね、いろいろ使っている方もいらっしゃるとは思うんですよね。過去に遡ると、なんかね、黒のアルマイトなんだけど、縁の切ったところに赤いアルマイトが入ってる、ダブルアルマイトとかの中でいろいろ出てくると思うんですよね。まあそういったものもね、なんて言うんでしょう、プレミアムな価値があるようなもの、そういったものをね、大事に使っていくというのもね、ガルムのフルオプの楽しみなのかな。人とは一味違った、ね、ものなのかなっていうのもあります。はい、次参ります。はい、アルミフロントバルクヘッドタイプ3ですね。こちら24,750円。こちらはですね、フロントのバルク、シャーシ側にねつく部分なんですが、こちらタイプ2では結構重かったと。まあフルアジャスタブルはフルアジャスタブルなんですけれども、そういった部分が随分軽量化されて出てきているという商品ですね。はい、では次参ります。次が、はい、アジャスタブルアルミフロントボディポストレッド7480円ですね。でこちらの方は、まあ基本的にはね、ボディポストを立て、その次の紹介するね、ボディキャッチ、あのボンピみたいなやつですよね、それとセットで使いましょうというところになるとは思うのですが、はい、なので次参ります。 OD リアルボディキャッチセット、こちら1980円。まあ樹脂の部品なんでね、基本的にはお安いですが、これね、安い割にね、ボディかっちり止まるんですよね。でクラッシュした時とかもね、ボディが取れないという実用性もあり、そしてかっこいいね、ボンピンかっこいいみたいなところもあるんで、まあ必ず必須ですよね、もうオーディフリークにはね、という商品となっております。はい、次参ります。次、アルミプッシュロットターンバックル、こちら12,650円。こちらはですね、ガルムならではのね、インボードショック、サスペンションのロアアームからね、インボードショックにつなぐ間の部品になりますね。いわゆるプッシュロット、フォーミュラカーなんかでもね、プッシュロット、プルロットなんてあると思うんですが、そのロットの部分がただのタイロットではなく、このね、アルミのプッシュロットに変えましょうという商品ですね。で、その次がアルミロックアーム。で、こちらがですね、プッシュロットの、まあ、ざっくり縦方向の動きを横方向に変えるというかね、インボードに伝えるクランクっていうのかな、そういった部品になりますね。14,850円。その次参ります。次がアルミインボードショックマウント、ロッカーアーム、プッシュロットからロッカーアーム、ロッカーアームからダンパーにつながります。ダンパーの下側につながりますね、いわゆる一般的に言う。でダンパーの上側がこの部品で固定していきますということですね。これもね、3箇所ぐらい長さのね、付け位置が変えられるんで、まあ機能性部品としても、そして、まあ何しろこの赤とかね、色の部分もね、もう何しろありますよね。機能はもちろんのことっていうね。はい。では次参ります。アジャスタブルアルミフロントサスアームタイプ3。はい。タイプ3ですね。こちらは、ショック。フロントのね、ショックじゃないか。プッシュロットか。プッシュロットの取り付け位置がかなり細かく付け替えられる。そして、ロアアームの長さが、芋ネジでね、止める感じなんですが、ちょっと特殊な形で、なんて言うんでしょうね、ぶつかってもへこまない。で、細かい区切りで固定できるっていう、あれですよ、あれ。はい。
というわけで次、はい、アジャスタブルアルミフロントアッパーアーム、要はフロントアッパーですね。フロントアッパー、こう見るとね、赤い部分少ないんですが、まあ軽くなってるってことですよね。まずね、軽くなっていて、そして前回のものと変わったところで、スペーサーでね、キャスターを調節していくと、スペーサーを挟んでキャスターを調節していくというところが変わっているのかな。はい、次、アジャスタブルアルミナックルセット、こちらの方は多分タイプ2ですね。タイプ2、 21,780円で、こちらの方は多分ここの後新しいもの出てないんじゃないかなと調べながら思いつつ、こちら出しております。フルアジャスタブルじゃないね、 ES シリーズの方はね、いろいろ出てると思うんですが、まあフルオプといえばこっちかなという選択になっております。 21,780円、キャンバー、あ、キャンバーはまあよそでやるか。キングピン、キングピンがこの、ね、一番右と一番左の部品を組み替えるだけでね、設定できたり、トレールもスペーサーを挟んで設定できる。そして、ステアリングタイロット、ステアリングタイロットのナックルの取り付け位置が、あれどのぐらい細かいの、 0.5 刻みなのかな、すごい細かく調節できるんですよね。なんでアッカーマン比がね、後で出てくるスライドラックの突き出し量と、こっちの耳って僕勝手に呼んでるんですけど、ナックルの耳、耳の位置の微調整で、何しろフルアジャスタブルっていう商品ですよね。はい、で次参ります。アルミワンピースアクセルシャフト、こちらがまあアクセルですよね、いわゆるアクセル、これ入れてガシッとガシッとした剛性でくるくる回しましょうってことですね。はい、次参ります。 TC アルミフロントアッパーアームブラケット、これなんですが、フロントのアッパーアームのシャーシ側ですね、内側、シャーシ側を少し延長してアッパーアームを短く使いましょうっていう商品ですね。TC ってついてるんでね、あのローパーのたけしさん、カリスマたけしさんのプロデュース商品っていうんですかね、ドライバー商品っていうんですかね、っていう商品になっております。はい、次、はい、ツーウェイレイアウトアルミサーボマウント、9,680円、こちらの方は、まあ、サーボのマウントね、あのかっちり止めて、あのぐにゃぐにゃ動くのを規制しましょうと、まあそれでよりダイレクトにリニアにという商品ですかね。そのまま次いきます。はい、アルミ湾曲スライドラックステアリングセットタイプ2、まあ要はスライドラックです。スライドラックタイプ1が多分この穴位置が3個だったのかな、タイプ2になって穴位置が4つになったみたいな商品だったと思うんですけれどもね、これ赤ないのかな。では次行きましょう。はい、JT アルミダイレクトサーボホーンタイプ2、これもタイプ2になってましたね、いつの間にかね、ちょっと勉強不足でした。はい、JT がついてるんでね、これは白井純太さんですね、今はドリフトトラックの方でねお仕事をされて、オーバードーズドライバーさんの純太さんのサーボホーン、まあ、サーボセイバーじゃなくね、サーボホーン、まあダイレクトにってことですね。ここら辺がサーボマウント、スライドラック、サーボホーンというね、ステアリング周りでしたね。はい、次参ります。アルミターンバックルセット。で、このアルミターンバックルセットなんですが、左にある2本がね、ステアリングのタイロットに使いましょうっていうターンバックルなんですよね。これのネジのピッチが細かいんですよ。ってことは、ここもやっぱりアッカーマン、突き詰めていくときに、すごい細かいところまで調整しましょうよと、なんとなくじゃなくてね、同じターンバックルを90度回しただけでも、多分これねピッチがね半分だと思うんですよね。 0.5 ピッチに対して 0.25 ピッチなんだと思うんですよね。それで同じ90度回しても半分の45度回したっていう長さの変化になる商品ということで、細かいところまで面倒見ますよっていう商品ですよね。はい、その次、ここら辺まででフロント周りが今終わってきたんですけどもね、こっからは、まあ、フロントでもリアでもない真ん中の部分ってとこですかね。アルミシャーシリジットポスト。こちらの方はアッパーデッキとロアデッキをつないで剛性を調整するっていう商品なんですが、ここら辺安いですよね、実はね。これ安いって言っちゃあれなのかな、金銭感覚が麻痺ってるのかな、ちょっとわかんないですけど、僕は安いって感じてる商品なんですよね。あの、剛性ってすっごい走り変わるじゃないですか。ってことで、この商品は僕は2個
2個買っといていいんじゃないかなと。後で出てくるのかな、アッパーデッキ、アルミのアッパーデッキつける買うと上に3個の穴で、車種側にも多分ね3個の穴あると思うんですよ。それを全部つなげるのにはこのリジットポスト、車種リジットポストを上下互い違いにして3穴3穴つなげると最強に硬くなると、まあ、ね、柔らかくする分には外せばいいと、緩めるか外せばいいという商品で、これ2つかなって思ってます。はい、その次、アルミバッテリーホルダーセット24,200円で、こちらもね、大物の部品なんで高いかなって思うんですが、これ、赤派、紫派いると思うんですが、効きますよね。ここ入れると色がバーンと出てくるっていう商品ですね。その次、はい、アルミバッテリープレートセットタイプ2。これタイプ1からタイプ2までちょっとサイクルが早かったような気がしたんですが、タイプ1で確かね、スパギアに当たるとか、で、この穴がいっぱい見えますよね、ネジ穴ね。で、そこら辺が、ネジ穴が倍とかになってるのかな、ピッチが細かくね、調節できる。まあ、要はバッテリーの前後位置の微妙微調節ができる。そして、そのスパギア当たる当たらない問題をさらにクリアしたなんて確かあったと思うんですよね。そういった商品でした。はい、次。アルミアッパーシャーシセット。要はいわゆるアッパーデッキですね。アッパーデッキ、これ入れるとカッチリするんですよね。で、今回は出してないんですが、トランスレンジシャーシ、トランスレンジ入れた時に長さ調節、アッパーデッキ側も長さ調節しなきゃいけないですよね。その時にこれで調節できるよっていう商品。アッパーデッキのね、この真ん中から、真ん中に今ネジ穴開いてますよね。そこから右上に行くにつれ後ろになるんですが、その3つのネジに対してさっきのリジットポストをつけてくるんですよね。はい、次参ります。アジャスタブルアルミリアサスアームス、リアサスアームタイプ3、22,000円。こちらがですね、タイプ2だと結構ね重めで、で、トレーリングアングル035だったのかな、0.058だったのかな、ちょっと忘れちゃったんですが、細かくないんですよね。ちょっと大雑把だったんですよね。そしてクラッシュでその調節の爪が折れるという車がねよく見えたんですが、このタイプ3になって、なんて言うんでしょうね、細かく設定できるトレーリングアングルもね、でサスアームの長さも細かく、このなんて言うんでしょうね、サスマタ状のパーツと上下にあるパーツで、細かく設定できますよっていう商品ですね。はい、次参ります。アルミクーリングファンマウントで、こちらはもうなんかね、色つける人は絶対必須のパーツですよね。はい、赤ガルム紫ガルム作るときには必ずこれ入れましょう。どっちだろう、モーターのファンか、モーターのファンをつけるときにこれを介してシャーシ側に取り付けましょうという商品ですね。はい、次、 TC アルミリアアームアッパーアームブラケット。これは先ほどご紹介したフロント用のリア版ですね。リアのアッパーアームを短く使って、で、より良いクイックな、動きを出しましょうという確か商品なはずでございました。TC なんで、たけしさんですね。はい。で、次、アルミリアアッパーアームマウント。こちらは、リアのね、アッパーアームですね。サスペンションのアッパーアーム。このね、取り付け位置がまず4箇所あると。で、剛性が高まる。そして取り付け位置をね、このアッパーアームマウント自体の取り付け位置を上下に、ずらすことができるんですよね。なので実質4箇所かける取り付け位置の2箇所で8箇所もね調整ができるという優れもの商品となっておりますね。はい、次参ります。アジャスタブルアルミリアアップライト、これはいわゆるリアナックルですよね。取り付けの位置でね、リアの灯印が変えられるんですよね。一番大きい赤い部品と2番目に大きい部品の取り付けのネジ位置によって0度、1度、2度って変えられるんですよね。なので、サスマウントで灯印をつけるのと、ナックルで灯印をつけるのまた違う効果があるなんていうお話も含めね、優れもの商品なんではないでしょうか。優れもの商品の割に14,850円、安いんじゃないのかなって僕思ってるんですよね。はい、次参ります。アジャスタブルアルミリアショックタワー21,450円。こちらはですね、赤ないっぽいんだよな。最近出たのが赤あったと思ったんだけど、それが ES シリーズって比較的
フルアジャスタブルより1個落ちるのかな。でも今回のそのリアショックタワーに関しては随分ねアジャスタブルだなっていう風な印象はあるんですが、そして1万円近く安かったんじゃないのかな。ただまあまあフルアジャスタブル、フルオープンっていう部分ではまだこっちなのかななんて思っている商品です。はい、だんだんねリアの方に行ったんで、もう後半ですよね、後半。はい、次リアマウントキットタイプ2。これが要は RR ですよね。モーターを一番後ろに持っていく、ギアボックスよりも後ろに持っていくタイプのためのギアボックスですね。3万800円。こちらはねタイプ1っていうところではね、モーターだけ今までのね、ギアボックスを使って、リアマウントにしようというアドオンな感じだったんですが、今回のタイプ2に関しては新設計ということで、きちっとね前回のタイプ1よりもモーターの位置が少し前に来るようですよね。だからフラレとかそういったものも、考慮した設計になっているということだそうです、確か。はい、次参ります。はい、次はベルトドライブボールデフキット。これはですねリアドライブにしてボールデフを使うときにこちらのボールデフとベルトを使いましょうっていう商品になりますね、確か。確かですよ。はい、このままちょっとね自信がないところなので次参ります。はい、そろそろね後半戦も最終のね締めということで、カウンタープレート、これはスパーギアホルダーとかって呼ばれたりするのかな、8800円。でですねこの4箇所の取り付けのネジがあるんですが、そこのに部品がね尖った部品がついてると思うんですが、これをね内側向けたり外側向けたりってことでね、フライホイール効果があるとかないとか、そこら辺を調整するとか、そういった商品になってますね。はい、その次、はい、スパギアホルダー、こちらなんですが、こちらがスパギア の内側ギアボックス側につく商品なはず。1540円、これすっごい安いんだよな、これで合ってんのかなっていう感じなんですが、これと1個前のカウンタープレートでスパギアを挟み込むっていう感じですかね。はい、次参ります。カップジョイント3ブですね。はい、でこちらはデフから出ているカップのカバーになりますね。はい、これも必ず赤くしましょうってことです。あ、まあいいよね、赤なり紫なりにしましょうってことですね。はい、次アルミベアリングアダプター&ベアリングストッパーセットで、こちらはですねギアボックスにデフをつける際、デフをマウントする際にこの変身加工っていうんですかね、ベルトの張りを調整する部分などで純正はプラなんですけれどもね、これはアルミに変え、せっかくアルミに変えるんだったら色もきっちりつけましょうよと、色も揃えましょうよという商品ですね。3960円。はい、次アルミリアボディマウント9900円。でこちらも何でしょうね、まあボディマウントきっちりつけましょう、オーバードーズで、オプションパーツでありますよ、一般的にはねいろんなメーカーのものを使っちゃうところことあると思うんですが、 OD できっちりかっこいいのつけましょうよってことですね。はい、次 JT アルミリア ESC マウント8580円。単純なんですが、取り付け位置、取り付け角度がいじれるアンプマウントですね。これリアに限らずね、ギアボックス真上だったりもう少し前だったり、このネジ穴の位置がね絶妙にいいらしく、いろんなところに使えるよという商品ですね。はい、その次、OD アルミクーリングファンカバー、 OD っていうね抜きの、アンプのファンカバーですよね。でこちらの方と1個前のリア ESC マウントをセットで使ってフルオプション作っていきましょうよってことですね。はい、次参ります。ワイヤークランプタイプ2、ここら辺ですよね、オーバードーズのオーバードーズっぽいところ、コードとコードを束ねるときにこの商品で束ねていきましょうと、アンプからモーターこれで1個使いましょう、そしてアンプからバッテリーここでももう1個使いましょうということですね。5280円。こちらは必ず2つ使いましょう、最低2つ、もう4つ5つ使ってもいいですね。バッテリーの方は大体長くなると思うんで、それをねずーっと何個も何個もつけてもいいのかもしれないですよね。そこはね、赤いガルム作っていようが赤紫黒と3色揃えてもいいかもしれません。はい、次アルミホイールハブセット
6mm、まあ、6mm なのか何 mm なのかちょっと なんか確か 5mm、6mm、 あ、 6mm だけだったのかな、ちょっとごめんなさい勉強不足なんですが、4620円、これ安いんじゃないのかな。ボディ印入ってこの何て言うんでしょう、穴加工されてて角がねシルバーに落とされててっていうのでね、せっかくフロップやるんだったらここもやりましょうということですね。はい、次、はい、これオーディ車以外の車でもね使ってる方よくいらっしゃるんですが、ハイグレードショックセットスペック32,500円、これちゃんと組み立てると感動しますよ。他のメーカーのダンパーって大体構造一緒なんですが、これだけは違う。上のダイヤフラムのところ違う、で下のオーリングのところ違う、そしてこの一番上のなんていうんですよね、ダイヤフラムをまずは中蓋みたいなので止めてね、それからその外のこの赤いねキャップでくるくるするんですが、このキャップ自体で全長調整にもなっている。そしてプリをくるくる回すところも、M ネジじゃないな、ビスで固定して空回りしないようにね、走ってる間に回ってしまわないになってるっていう、まあ何しろハイグレードですよねこれは、という商品でした。次、はい、アルミダンパーピボットボール、せっかくねダンパーも綺麗に色揃えたらボール上ですね、上のボールも色揃えていきましょうよってことですね。はい、次 TC アルミローマウントサスマウントで、これはちょっとセッティングのあれがあるんで、うん、一旦ここはね便宜上 52.7mm 3300円ということでね、これは前後違うな、前2本後ろ2本使うんで、まあとりあえず、概算ということでね4個使うよということですね。まあサイズの違いはちょっとあるんですけどもね、長さの違いはね。はい、でその次がオーディハイパフォーマンスツインスプリング、便宜上この 1.2 の2045というサイズで、出しましたが3080円。これツインスプリングね、ヘルパースプリングとかいろいろ言う呼ばれ方があると思うんですが、セッティングパーツなのでね、これで済むのかな、うん、いろんな硬さ揃えてもいいんじゃないかなという商品ですね。はい、次アルミホイールスペーサーセット、はい、各社からねスペーサー出てると思うんですが、これもうアルミ、フルオープやるんだったらオーディで買いましょうと、8個入り2200円、これもまた安いですよね、安いんでね、安い割にオーディ入って 0.5、1.0 って全部見やすいように入ってるんで、これは間違いなくこれ使いましょうと。でホイールは少しオフセットの小さいものを買って、まあ、わざわざこれ入れましょうということですね。はい、次、まあ、ここはね何とも言えないんですがチョイスの幅があるんでね、で仮置きで置いときました R スペックワークエモーションシアル極み1540円、これは2本セットなんで、2つ買うと3080円なんですかね。はい、基本的にはトラクションが高いと言われている部類のホイールになりますね。はい、その次、はい、ドリフトスターローリングダンサー 26mm、 ドリフトスター、そうですね、バズブレイク、バズブレイクって言ったりドリフトスターって言ったり、どうしてもちょっとねこの後の部分でボディとちょっと干渉があるんで、バリノでもいいんですが、私のチョイスとしてはドリフトスターなのかな。こっちの外径が少しねちっちゃいんでボディの干渉が少ないということで、これも2個買うんですね、2個入りなんでね。はい、その次、はい、トヨタ JZX90 マーク2クリアボディ8360円、こちらはね必ず2つ買いましょう。2つ買って、1台はね切り刻みます、フェンダー、フロントフェンダー、リアフェンダー切り刻んで元のボディに貼ります、貼って幅を出す、これはね若きエースドライバーの手法ですね。まあ何しろかっこいい、うん、で幅が出るから車も作りやすいということですね。はい、ではオーラスボルテックス GT ウィングタイプ5、マーク2のボディだったらこっちのウィングなのかな、スワンタイプもあるんですけどもね、オーバードーズさんがね、よりはこっちなのかなって思って2200円、これもね確かね実車のライセンスを取ってできっちり販売されている、そして空力的にも効果があるという商品ですね、うん、それでいて2200円、これもね実はお安いんじゃないかなっていう商品ですということでね、もう何十点だろう、50ぐらいの商品を紹介したんですが、ここまでの合計がなんとじゃじゃん
56万4,740円というわけで、一旦フルオープ60万でできるっていう計算でいいんじゃないでしょうか。ここにねトランスレンジシャーシー入れたら2万とか、ちょこちょこっとね、ギアドライブだったらいくらとか、ベルトだったらいくら、ギアデフだったらいくら、ソリッドだったらいくら、ギアデフってあんのかな、あんま聞かないな、なるんだ、ギアデフ、あ、はい、今調べたところギアデフは基本的にはなさそうです。他社のねギアデフを使うということになるんですかね。はい、そして、お断りを申し上げます。私、そんなに詳しくないのにこんなことをしてしまったため、この部品が絶対必要じゃんとかね、この部品とこの部品が組み合わないとかね、ちょっと出てきちゃうかもしれません。特にあのアッパーデッキとギアボックスをつなげるあそこら辺、なんかねハイマウントについてた部品を使ってとかね、そういうことをやった気がするんですよね。そこら辺ね、ちょっとね詳しくなく流れで使っちゃったりしてるんで、大変申し訳ございませんが、参考までにということでご承知おきください。というわけでいかがでしたでしょうか。フルオープガルム、まあラジコンドリフトやってればね一度は聞く、まあ憧れのキーワードですよね。単純にね60万円出せばできるかって言ったらそうでもなくて、その部品オプション今ないんだよねとかね、そういった部分も含めてやっぱりその価値があるのではないかなと思ったりなんかしちゃっております。最近ねガルムオプション入れなくても結構走るよなんていう話もいろいろ聞いたりするんで、最低限のオプションで楽しんでみてもいいんじゃないかと、そして楽しくなってしまったらどんどんオプション入れてもいいんじゃないかと思ったりしている今日この頃です。先日ね、実はですね、内緒ですよ、フルオープガルムっていう名前でね走行動画上げさせてもらったんですよ。そしたらね結構回ったんですよ。そんなわけでこういった動画をちょっと思いついてしまいました。オーバードーズウェルド様、関係者の皆様、もし、不愉快になるような動画でしたら大変申し訳ございません。そういったね不愉快にする目的ではなく、こういった楽しい世界もあるんだよと、深い世界もあるんだよというご紹介動画にを目的としてね動画を作らせていただきました。最後までご視聴、ちょっと長くなりましたね、最後までご視聴ありがとうございました。また、このチャンネル、この動画いいねと思ったらチャンネル登録、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。 EDP アコがお届けしました。さよなら。